さんにもお母さんにも感謝してもしきれないくらい感謝してるの。その恩に報いることなんて一生かかってもできないくらい。だからせめて二人がいつか行きたいって言ってた海外旅行くらいはプレゼントしてあげたいなって。あ、初めまして、三枝俊彦と言います。ともみの父です。母の幸です。俊彦くん、よろしくね。はい、よろしくお願いします。どこの馬の骨ともわからんやつに娘はやれん。え？はい？お父さん、何言ってるの？え？今日はただ私が俊彦くんを紹介したくて連れてきただけなのよ。もう恥ずかしいじゃないあなた。すまん。あの、お父さん。君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。あなた、さっき名前を名乗ってないんだからお父さん以外に呼びようがないでしょ。ダメだな。レシピ通りに作ったんですが。レシピ通りか。はい。味見はしたか？一応。だったら自分の舌を鍛え直せ。何が違うのかわからないなら何を教えても意味はない。はい。もっとラーメンと向き合え。そうしたら見えてくるものがあるはずだ。わかりました。今日はもう帰っていい。片付けと仕込みはやっておくから。はい。ありがとうございました。はあ、先は長いな。会社辞めるんですか？ああ。なんでですか？青葉さんは仕事もできるし、出世コースにも乗ってて、みんなからの人望も熱いんですよ。そんなことはないよ。そんなことありますよ。なんでですか？答えてくれないと納得できません。まあ、いろいろあるんだけどね。